はい、それではですね、今回は、デスストランディングやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。コンティニュー。古いバージョンのアプリケーションで作成されたセーブデータです。今後作成されるセーブデータは新しい形式のセーブデータになります。新しいセーブデータは古いバージョンのアプリケーションではなく、アプリケーションではロードできなくなります。はい、多分さっきのアプデの件ですかね、おそらくね。さ、アプデが入って、でなんか文字の大きさを変えることができたりとかっていう感じだったので、まあそこまではね、あのプレイに影響はないかと思いますんで、そのままいきたいと思います。さ、前回はかなりこの辺を行ったり来たりして、配達していましたね。はい、で、目標としては、カジュアル通信をポートのノットシティ K3 に、つないでということでございますが、あと風力発電所へね、金属の納品とかいろいろとありますので、まずは風力発電所をね、ちょっと目指していきたいと思います。ここはミュールのところで、発電所はここか、アックス遠いな。とりあえず一回ここのね、マーカー A ってどこついてんの、これ。マーカー消す、すべてのマーカー消す。とりあえず、ここですね。はい。K2 配送センターにまず行くというところから行きましょう。はい。じゃあ、バイクに乗って今回も行きたいと思います。このバイク自体がですね、もうね、ボロンボロンなんで、なんとかね、まずはこれをね、まあ、直すっていうところからですね。そのために、まあ、配送センターの方へまず行きたいと思います。ここは充電所あって、次はね、一応まあ十分に ありますんでね、この辺は問題はないかなと思います。あ、それじゃあ K2 配送センター行きの荷物もここにありますんで、まあ、ついでにまあ、取っていきましょう。あ、車でぶつかると車でぶつかるとダメですね。車でぶつかっても、荷物は、ダメージを受けてしまいます。金属はちょっとね、重たいんでね、持てないんですよね。あと落とし物は減っていきましょう。あ、そっちじゃないです。まあいいや。とりあえず行きましょう。で、目的地は、あそこだっけ？あ、届かないんだ。一旦ここを下っていきましょう。はい。あー、ピーティーか。
んだろう。いる？じゃあ迂回していきますか。ここ通ると大変だな。行くな、すぐ右に行くな。で、橋がある。橋を渡っていく。すぐ行くな、おー、右に。危ない危ない危ない。あ、落とし物を、しっかりと積んでいく。あそこにあるの、入ってきた。あった。いっけ、あそこまで。めっちゃこの辺橋かかってるな。オッケー。あ、配送センターまでなんとか。来ましたね。途中なんか一個さ置いてあったよね、あそこに。この辺欲しいもの。あ、これか、キャピタルノットシティ行きか。めっちゃ拾っとくだけ拾っとくか。重量が限界に達しました。確か支援物資をね取ってるんで、これをバイクに乗せれば OK なはず。ギリギリやから、それでもね。よし、行きましょう。とりあえずここの、中継配送センターで、まずは一息休みしてバイクを直します。到着。まあ全部託すか。よし、なんとかここに着いて、新しい依頼があります、受注する際。で、また受注があるから、一応場受注は、あ、発電所、あ、ついでに発電所行きましょう。
これも赤い粉。そこそこ重たいっすね。でけえな、またでけえもん背負っちまったな。で、サイクルできるものは特にはない。いらんものはね置いてけばいいですよ。これ発電所いけでしょ。これいらんな。なもんか。あ、でも結構重たいな。いや、とりあえずじゃあ一回、じゃあまあ一休みをして行きましょう。これでバイクも修復されるので、ちょっとね、トイレ行くぐらいいっしょ。30分も経っちゃうんだ、1回休憩だけど。あ、今バイクが全開ですね。 OK、 バイク全開では、風力発電所へ。
あれはバナナだな。あの話はバナナです。久しぶりに見たな、これ。おお。やっぱあそこはちょっときつかったですね。バイクで行くのは。ああ。やば。あれ、ワイのバイクは。バイクもない感じ。あ、あるバイク。乗せる。で、これをこれこれこれ。また重くなる。ちょっとあそこまで頑張っていこう。穴開いちゃったな。あー、他の人の落とし物ね、これね。
これが限界なんだ。これで行くしかないよな、ギリギリの。リペアスプレーですよ。スプレーなかった？あ、もうなくなったんだ。早い。じゃあ置いていきます、スプレー。よし、ちょっとまあ多少は修復できたんで、よし行きましょう。どこ？向こうでいいのか。あ、向こうか。大爆発してしまった地帯を、よいしょ、ここね、横を、うわーすげー、この横を抜けていきますと。重たいからスピードはね、やっぱ遅いですね。あったあった、ようやく発電所にたどり着きますね。で、備蓄燃料を届けたので OK。 ありがとう、助かる。あんたの行いは素晴らしい、本当に尊いことだ。よしよしよし、いい感じですね。本当に助かった。お疲れ様でした。新しい、また新しい依頼。金属が、あ、そう、金属がここに入っていないのか。これどこなの？あ、中継、あ、じゃあこれは帰るときに持っていけばいいか。次、金属を配送せよ。いっぱいだ。キャピタルノット市、遠いな。中継ステーション、おー、遠いな。あ、これ近いな。で、3つ全部受注しとこう。時間制限はね、ないですからね。リペアちょっと持っとこう。
素材も作っておきましょう。おお、すげえ重さになったな。ディバストはもう置けない。このさ軽いのはさちょっとこっちでいいんじゃない。背負ってこの重たいやつをディバストで置いていいじゃん。 OK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 
このゲーム一向に K3 に頼りつけないゲームなんですけど、どうします？じゃあ殴らないでください。とりあえずはい、戻ります。もうね、BT は、いないと思うので、さすがにね。さあ、ではここを登ってきます。どうやってこれバイクで帰るの？これだから見つけきだな。あ、やばい、はまった、あれすごいバイクに力いけんな。またいいの？これまだいいの？やつは。あ、でここはあれか、さっきのあの罠の橋か罠橋。すごいなこのバイクこのバイクすごいな、ガンガン行くね。 OK、 落とし物を拾う、乗る。これをね、もうあとは下っていくだけなんで、あんま問題はないかなとは思うんですけどね。
ね。なんとか作業をこなしてます。北が伝説のサムローダー。荷物も綺麗なもんだ。やってやって。エリートハンドラーにグレードがアップしました。またなさん。お疲れ様でした。これはうち。もうたくさん。で一回まあねえ、このぐっちゃぐちゃだからシャワーを浴びよう。ちょこちょのままで寝ちゃうから。おはようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。まずはトイレに行って、そしてシャワーを浴びると。乙姫の機能ついてますね。X グレネードって。よし出てきた。こっちも問題なく動いているな。これは X グレネードナンバー2と呼ばれている武器だ。君に使ってほしい。君が排泄した便を採取し、その成分を凝縮生成して液体状に加工した。なんか嫌だな。君はクリプトビオシスを食べているの。だから君の便を使ったグレネードは BT に対して目覚ましい効果が期待できるはずなんだ。君がプライベートルームのトイレで排便をするたびに採取させてもらう。それを加工して君の装備に補充しておく。ぜひ試してみてほしい。要するにまあ武器ってことですね。そしてシャワーを浴びます。で、ジェット乾燥。そんなところかな。よし、ちょっとじゃあまた行きましょうか。これ全然進まないな。どうする？金属とまた届けに行く。
多分一体これぐらいでな終わると思うんだけどな、そのサブクエもね。金属は重たいからね。行きますか、バイクでまた。たですね。いや、傷だらけ。リゾはもう助からない。こんな男で私のせいでママは許してくれ、ビービー。君だけは私が守る。何があろうとも。ついに、お母さんのリサは助からなくなってしまったということですね。さあ、でもあれが流れてるってことは、まあ物語自体は進んでるっていうことだよね。よし、とりあえず行きましょう。じゃあ。ここですね。ここはね、もうとにかくこのバイクで突っ走るしか他はないです。今まで通り、さっきと同様に。
もうすぐ、あそこだ。よいしょ、オッケー、うまくいった。荷物を納品します。ありがとうサム。さすがだな、綺麗に持ってきてくれたな。完璧です。このまま K2 にも行っちゃうもん。進まねえ。いつになったら K3 に私はたどり着くのでしょうか。で、K2 までのね、道のりはね、結構倒してるんですよ、やつらを。このね、グレネードを使って。なので、まあ、そんなに大変な感じじゃないんで、まあ、本当はここのね、そのさっきの中継ステーションとここの間のところもね、なんとかちょっとしたいんですよね。私が作ろうとしたところ、ダメなんだ。やっぱりまあね、配達用のねやつですからね。前回敵倒してるんで、かなり楽にいけますね。電車にもね、金属を持っていっていないのか。そうかそうか。するためのエキスパートが揃っている。全てはチームワークだ。
我々はつながっている。いいか、よく覚えておいてくれ。急に怒られたんだよ。異常なし。ようこそサムポーターブリンジ。ヘイ端末触る。納品する。終わんねえなこれ。使命や受け継ぐ、あーこれね、グレネードを試す。グレネードがいっぱい持ってんな。これはさあね、背負ってていいものなんですか？まあでも軽いからいいのか。OK、よし。そのまま行きましょう。 BT エリア、ああじゃあそうか、あのね、さっきのいつもあのバイクで駆け抜けてるところを行けばいいか。行きましょう、レッツゴー。でも暇、そうか、こうやってやっぱ右から迂回しないとこの山はダメだよな。ショートカットかな、ないのかな。また BT の
雑商エリアに入ってるんですけども、復活してるってこと？前回倒したやつ。どこにいるの？まだ反応はしていないか。雑草エリアに入ったってだけ。あ、来ましたね。武器に入ってないってことか。乗らない。じゃあはしごじゃない。はしごは装備しない。フィールドに置いちゃうな。ちょっと説明を見るか。とりあえず、まあ、右手に持ってみようか。構えるじゃないかな。よく見せろ。すいません。またここで詰まるとは思わなかった。2ラウンドにかける。なるほどね。2ラウンドにかけて、来てる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 
違うな。ページ切り替え。あ、ページ切り替えね。はい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 。なんかそんなのあったね。これだ。なるほど。これで、こう。ファイナル結晶の発生を確認。これか。取得する。 OK、 クリア。で、K2 配送センターでリサイクルをする。よし、大丈夫、行きましょう。駆け抜ける。見る。エリアは何度か脱出した。落とし物は、ね、無視をしている。で、あ、そうか、中継ステーション。で、リサイクルをするのか。カイダル結晶をリサイクル。よし、じゃあこれで一旦今日は終わりにしましょうか。あれ、またここ、またこっからかということで、ではまた次回はこっからスタートですね。これあれだな、進まないな進まないけど、まあ面白いんでいっかではまた次回は、キャピタルノットシティですかね。あ、違う、ポートノットシティですね。K3を目指して頑張っていきましょう。ではまた見に来てください。ありがとうございました。